どうも、冗談営業のリュウです。今日は B 動詞プラス -ing 形、現在進行形についてお話ししていきたいと思います。実はこの現在進行形、現在を表すだけではないんですね。ネイティブは現在の動作以外も表したりします。で、よくよく使うんですが、日本の学校ではなかなか教えてくれないという現状があるんで、今日は教えたいと思います。いきましょう。 I'm eating 牛丼 tonight というと、ね、もう現在進行形で、現在のことじゃないですよね。 tonight って今夜のことですもんね。はい、なんで実はこの B 動詞プラス ing 形っていうのは未来のことも表すんですね。で、どんな未来かっていうと、もうやる気満々の、やることが決定している未来なんですね。なのでこの I'm eating 牛丼 tonight っていうと、私は今夜牛丼を食べる気満々ですみたいな感じになるんですね。はい、いろんな未来を表す形がありますが、これが最もやる気満々ですっていう形になります。なんでよかったらやる気満々の時使ってみてください。すよ。